この夏最高に笑えて最高に泣ける大人のロマンチックラブコメディが登場。ミュージカルグッバイガール、原作はアカデミー賞に輝いた20世紀を代表する名作映画グッバイガール。愛してる。舞台はニューヨークマンハッタン。ダンサーのポーラは30代半ばのシングルマザー。役者の彼と一人娘とアパートで暮らしていたが、ある日彼は置き手紙をして出て行ってしまう。誰？そこに元彼から部屋をまたがりしたという売れない役者エリオットが突然訪ねてくる。男運ゼロのシングルマザーポーラ役に紫吹淳。久しぶりの、ブロードウェイミュージカルなんで、グッとお腹に意志を据えて頑張らなければなっていう思いがありました。役を通して学べることっていうのもあると思うので、経験できることを未知ではありますが、そこら辺を楽しみながら苦しみながら演じたいなと思います。はい。売れない役者エリオット役に岡田浩暉。風と共に去りるっていう舞台やった時に、なんてすごい母性を感じる女性をね、僕演じる男性もすごく情熱的な男性なので、熱く燃え上がれるラブストーリーをお送りできるんじゃないかなと思っているんですけれども、ポーラの一人娘ルーシー役は吉井野乃香と児玉桃のダブルキャスト。そして二人が住むマンションの管理人クロスビー夫人は中尾美恵が演じる。とにかく熱い熱い楽しく愛を感じるミュージカルをお届けしたいと思ってます。ぜひ劇場の方に足を運びください。お待ちしてます。ミュージカルグッバイガール、最高に笑えて最高に泣ける20世紀を代表する名作映画、あの傑作ロマンティックコメディが8月舞台でよみがえる。